モデルプレスイコール2020年5月18日、草薙剛、香取慎吾が17日、パーソナリティを務めるラジオ番組、新と強パワースプラッシュ、ベイフム、毎週実曜夜7時に出演。二人が、自宅待機により、2ヶ月以上会っていないことを明かした。香取慎吾、下手したら2ヶ月ぐらい。新型コロナウイルスの影響を受け、テレワークで展開している、同番組。互いの調子を気遣いながら、草薙は、このスタイルで馴染みつつもある感じですけど、寂しいですね、会えないとね、と、とろし、香取は、30年以上の付き合いで初めてぐらいになるかもね、と語った。かつて、米英、ニューヨークでミュージカルを経験した香取は、なんだかんだ2週に一遍は帰って仕事してそうだもんね、と当時を振り返り、下手したら2ヶ月ぐらいになるよね、と、現在会えていない期間に驚き、草薙は、会いたいっすね、と嘆いていた。